何が欲しいのかしら。またいらっしゃい。何もなきゃいいか。何が欲しいのだ。また来る。こんな、こんな。ヒッチ、なぜ止めるんだ。あいつは税金をちょろまかしていたんだぞ。ああ、憲兵団が腐ってることぐらい分かってたでしょ。上官に逆らっても意味ないって。みんな美味しい思いをするために憲兵団に入るんじゃない。クソ、やはりこんな腐敗した組織は正さねばならん。上に立つことで。また始まった。あんた本当に面白いよ。マルロといれば退屈しないかもね。こんな現状に満足しているやつの気が知れん。ヒッチも何を考えているんだかな。あそうだよな。なぜ俺の言うことに耳を傾けてくれないんだ。と、このままではさっきの上官を見失ってしまう。不正の件、言い逃れはさせないからな。エルヴィン、こんまな市までわざわざご苦労なことだな。調査兵団に対する心象を害するわけにはいかないからだ。あ、今日は若い兵を連れているんだな。ああ、今期の新兵だ。腕が早いので会議の初期役として同行させている。こちらは憲兵団のナイル・ドーク師団長だ。さて、私は残りの用を済ませてくる。君は少し待っていてくれるか。時間があるようなら少し私と話さないか。そうか、ではそうしよう。立場上
調査兵団の新兵とは接点がないから興味があってな。エルヴィン、構わないか？ああ、それは問題ないが。頼めるか？さて、話を聞かせてくれるかな？実は前にエルヴィンと話した時にお前のことも少し聞いていたんだ。そういうわけじゃないが、会えば雑談くらいはする。お前には憲兵団と調査兵団はあまり関係が良くないように見えているかもしれんが、活動している場所が壁内か壁外かの違いはあれど、人類を守ることを目的とした組織であることは同じだろう。お前と俺では立場が違うんだ。それでも一兵士としての人類を守るという本分は変わらない。お前もそのことは忘れないでおいてほしい。いいな？こんな。
よ。兄とは同じ南方訓練兵団だったんでしょ。あいつを見なかった？ストレス区での事件以降行方不明なの。そっか、せっかく私が仕事をサボって探してあげてるのに。あいつと同室だから荷物を片付けてくれないと邪魔なの。ヒッチ、お前は。あまり良くないな。税金のちょろまかしを注意した件で呼び出されたところだ。なるほど。だから言ったでしょ、この腐った組織で真っ向から行こうとするといつか潰されちゃうって。うまく立ち回りなよ。だからって目の前の不正を正さずにいることは俺にはできない。ヒッチ、お前ももう少しまともになれ。もうこれだから堅物はねえ。あんたもそう思う？上に立ちたいならもっと要領よくやればいいのに。とさすがにそろそろ任務に戻らないと。つまんない話に付き合わせてごめんね。エルビンの使いか。わざわざご苦労だったな。急ぎの用件かもしれんな。早速確認させてもらおう。誰か！ひったくりよ！捕まえて！師団長、ここは私が。待てー！やれやれ、騒がしくてすまんな。内地とはいえああいうことも起きる。それを取り締まるのが憲兵の仕事だ。ああ、王の下で壁内の秩序を守ることは我々憲兵団の本分だからな。ところでお前が持ってきてくれたエルヴィンからの書簡だが、お前に憲兵団の仕事を少し見学させてやってほしいそうだ。エルヴィンの意図はさておき、こちらとしては好都合だ。人手不足は憲兵団も同じなのでな。そうだな、市外の巡回にでも加わってもらうか。やってみるか。いい返事だ。市外の巡回も市民の生活を守るための大切な仕事だ。やってみれば得ることもあるだろう。私の方で手配はしておくから頼んだぞ。
どの任務を引き。意外とやるな。
ねえあんた、マルロン見なかった？あいつ珍しいことに任務に1時間も遅刻してるのよ。そっか、平凡な任務だし一人の方が気楽でいいけど、まさか今度こそ上官に消されたわけじゃないよね？イッチ、遅れてすまない。実は土地を不当に奪おうとした憲兵がいて、何か悪事の証拠をつかめないかと尾行してたんだ。はあ、任務をほったらかすことは問題じゃないわけ？おいヒッチ、何を偉そうに。ああ、遅刻したのは俺が悪かったからな。だがヒッチ、まずは俺の話を聞いてくれないか？いいよマルロ、それぐらいは譲歩してあげる。よし、俺はな、憲兵団をこの腐った組織を改善したい。そのためには姿勢を一つ一つ潰して腐った部分を削いでいく必要がある。だから目の前の姿勢を見逃すわけにはいかないんだ。新兵のあんたが上官の不正を注意しても通るわけないでしょう。志を実現したいならさっさと上に立つべきじゃない？ならしょぼい悪事なんて見逃して上官に取り入ったら？そうかもしれない。お前が助言してくれたおかげで考えるきっかけになった。いろいろと世話になってしまったな。やはりお前は他の連中とは違うな。憲兵団に来て一緒に組織を正してほしいぐらいだ。ま、とにかくこれでマルロも少しは要領よくやるでしょ。あんたには礼を言っておくね。走り回っていることもあるからな。そういえばさ、調査兵団がもっと戦果を上げれば内地の治安も良くなるかもって誰か言ってたけど。やめろよヒッチ、それは何でも他人のせいにしたがる奴の言い分だろ。ま、それはそうだろうけどね。以上です。ご苦労だった。下がっていいぞ。あ、お前はどこへ？さて、今回お前には憲兵団の巡回任務に加わってもらったわけだが、どうだった？そう思ってもらえたなら嬉しいが、とにかく普段は見られないものを見られたと思う。兵士として見聞を広めることは大切なことだ。それが今回のエルヴィンの狙いだったんだろう。エルヴィンがお前に期待している証拠だな。前にも言ったと思うが、どの兵団であれ兵士は皆壁内の人類を守るために存在している。俺は憲兵団の師団長として人類のためその本分を全うする。それが俺の信念だ。信念は人を強くする。お前も信念を曲げずに生きろ。これからの活躍に期待しているぞ。